演舞開演。どうも、本日も昨日に引き続き、こちら伊藤園の新しく発売された紅茶の中から、本日は紅茶ラテを飲みたいと思います。では飲んでいきたいと思います。普通のミルクティーよりもまろやかな感じで、ちょっと香ばしさもあって、紅茶とはまた違った美味しさがあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。チャンネル登録をお願いします。